ディープダートウェブはかつて存在したダークウェブ内やそれを取り巻く出来事専門のニュースサイト、ダークネットマーケットに関する詳細なインタビューやレビュー、トアのヒドゥンサービス、法的措置、プライバシー、ビットコイン及び関連ニュースなどを扱っていた。ディープダートウェブがダークネット市場にユーザーを紹介する成功報酬型広告活動をどのように行っていたかを示す。 インフォグラフィックダークネットマーケットのドラッグ欧州、ペドフィリアのクラウドファンディング、ダークネットマーケットのハッキングの詳細などの独占報道やソフトウェアエクスプロイトを販売する JR ディールなどのマーケットの多様化についても報じていた。サイトはブラックリストに載ったマーケット、比較及びレビューなども扱っていた。2015年5月にマカフィーが自社サイトで取り上げた。 ダークウェーブ上のどこかでホストされている無料のサービスとしてのランサムウェアである t ク x の開発者はディープダートウェブのインタビューを受けている。ページを開くとロック画面が表示される2019年5月7日 DEEPDOTWEB.com とその姉妹サイト。オニオンドメインはドメイン差し押さえ通知画面にリダイレクトされるようになった。 この通知は FBI が掲示しており、ユーロポール及び関連する英国家犯罪対策庁、ドイツ連邦刑事庁などの数多くの法執行機関のロゴが目立つように表示されている。ディープダートウェブの運営に関与した容疑で複数の人物がイスラエル、フランス、ドイツなどで逮捕されており、イスラエル警察はディープダートウェブの運営者たちが ディープウェブ上の闇市場サイトへのリンクと引き換えにビットコインを受け取っていたと主張した。2019年5月、サイト管理人のたるプライハールとマイケルファンはマネーロンダリングの共同防御の罪でそれぞれ一件ずつ米国の裁判所に起訴された。米司法省によるとディープダートウェブは運営当時にダークネット市場でのフェンタニル、重火器、ハッキングツール、 その他の密売品の購入からのキックバックとして約840万ドル相当のビットコインを受け取っていた。サイト管理人はキックバックの支払いをディープダートウェブのビットコインウォーレットから他のビットコインウォーレットやペーパーカンパニーが管理する銀行口座、個人口座に移した。米市法省によるとディープダートウェブの運営時にアルファベイで完了した全注文のうち 合計23.6%でディープダートウェブが関係していた。2021年3月、サイト管理人のたるプライハールがマネーロンダリングの共同防御の罪を認めた。ありがとうございます。